おはようございます。ということで今日はゆるいテンションでお送りします。今日やっていくのはですね、家バーベキューということで、これ一人でね、自分家のバルコニーでこれガッツリとバーベキュー台を使いながらね、ゆっくり、一人バーベキューを楽しみつつお酒飲んでいきたいなと思う次第でございます。で、本当にこれ自宅のベランダなんで、大声で喋っちゃうとねご近所さんにご迷惑なんで、これぐらいのテンションでお送りします、で、今日買った食材がここにあるもの以外に、ステーキも買ってます。ただちょっと全部出しちゃうとね、お肉傷んじゃうので、とりあえず一旦手前にあるベーコンとプルコギを焼きつつビールを飲むと、そんな感じで進めていきましょうか。飯だ飯だ、めちゃくちゃ腹減ったな。で、現在時刻が12時、ちょうど昼ご飯だねそしたらどうしようかな。そしたらこれ本日の油はこの牛脂ちゃんでございますね。いいな。そしたらひとまずね、今回はこれ切らずにこの丸々ベーコンですね。よいしょ。で、このベーコンをここにダイレクトにドンとうわー、バカな料理だよこれ、やべー。このベーコンちゃんをね、これじっくりと温めつつ、続いてはこのプルコギですね。うわー、やば、あーこれやばいな、絶対うまいやつこれうわー、エジカラがすっごいね。で、ちょっとね、今これ焼いてるの時間かかるんで、その間にですよ、今日行ったのがロピアっていうスーパーで、結構ね、でかいのが売ってるんですよ。こんなね、ちょっとアホみたいなサイズのモンスターバーガーを発見しましたので、焼いてる間これをちょっと当てにビール飲んじゃいたいと思います。あっでっかわっあるかなこのサイズ感500のビールがこのサイズですね。とんでもなくでかいよこの具材がなんだ、唐揚げとかベーコンが入ってて、付け合わせにこれ厚切りのポテトとナゲットでございますね。ちょっとこれやっぱ今日ね、今日風が強いので音声が乱れてたら本当にごめんなさい。なんだけど、ちょっと待って、一回止まってください。今重要なシーンです。風を止まってくださいよし、これ食べようかいただきます。うまいな。この具材にハンバーグも入ってて、で、照り焼きソースとマヨケチャか。うん。うまいな。結局こういうバーベキューは難しくて美味しい料理ももちろん最高だけど、こういうね、分かりやすいのが結局一番。
そろそろこっちもいい感じに焼けてきたかな。うわ、はい、このベーコンとね、プルコギと、いや、この絵力やばいな。今回厚切りのとんでもないでかいステーキも買ってるんですけど、いや、このね、正直サブと思って買ってきたこの2つのメニューもサムネになるぐらい絵力が強い。よいしょ。じゃあちょっと先にね、うちの妻の分を取り分けつつね。うわ、うまそう、やば。まあ食べてくださいよ。はい、あつつつ、うせっかくだからこれいただきますか。あつつつつ、あつつつつ、あ、本日のお肉プルコギがこちらでございますね。焼きたて超うまそう。酒だな。あ、これはね、酒。一旦ベーコンも焼けなそうだから、よいしょ、これで温まるまで一旦蓋閉めましょうか。いいな、めちゃくちゃ幸せだなこれ。なんだこの企画。ちょっと本当に申し訳ないです。いつもの大食いと思ってね、見に来てくださった方にとってはちょっとね、退屈かもしれないんだけど、このね、今一人バーベキューやってる幸せさ、一緒に味わってほしい。そしたらちょっとベーコンが焼き上がる前に1本とね、このハンバーガー食べきっちゃったんで、もう1本追加で持ってきます。いて、よいしょ、ほい。ベーコンももう焼けるんでね、ステーキこれ持ってきつつベーコン開けちゃいますか。はい、そしたらこちらベーコンをオープンということで、うーわー、いや、これうわー、やばいな。ちょっと、あ、わかるかなこれ。ちゃんと温まってるから、持っただけでこのプルプル。ちょっとこれは取りつつ、食べる前にですね、本日買ってあるこのメガステーキも焼いちゃいましょうか。ほい。うわー。やーば。ちょっと厚切りなんで、よいしょ、蓋は閉めつつ、でこのベーコンちゃんですよ、いただきます。ベーコンはいる？うん。食べれないよ、そんなの。はい。食べれない。どうぞ。やっば。なんでこんなベーコンってうまいんだ。うん。ベーコンを一本丸かじりなんて夢だよね。
無言で食べちゃった。うんだ、ステーキだ、ステーキ。うん、ちょっと一回ひっくり返してみるか。ちょっとせっかくですから、一発でいい色に焼き上がっててほしいんですけど、いきますよ。ああ、うまそうではある。やば。あ、待って、やばいな、これ。超うまそう。さすがにそろそろ米が食いたいんで、一回これ待ってる間に準備してきます。やっぱちょっと米でしょう、ステーキには米よ。もう焼き上がってそうですし、これちょっと開けてみますか。はい、仕上がりはどうかなと。よいしょ、裏面がほう、あ、まだちょっと甘いは甘いか。でもでも、あ、いいんじゃない、これいいんじゃないのこれ。うわ、いいや、たまらんねえ、いや、たまらんねえ、やべえ、もう散々食ってるのに腹減ってきた。で、本日はですね、これお肉を買ってきたスーパーの、ブランドで作っている肉だれを使ってね、このステーキを食べていこうと思うんですけど、まだかな。ちょっとこれあれか、切ってみますか。さすがに分厚いんで、この筋でお肉を切り分けつつ、はい、こんなうまくないわけないわ。いやー、ちょっとお肉が分厚すぎるのとですね、うちの妻があんまりレアすぎるお肉好きじゃないので、全部ねこんな感じで切り分けました。うわ、バーツとは言っても、僕はね割とレア目も好きなんで、先にこれ肉いただいちゃいます。うん、うまいな。割と大きい分お安くね買えるお肉だったので、ちょっと水分抜けすぎちゃうかなと思って、あえて今回ねシーズニングしなかったんですよ。塩を先にかけちゃうと、この浸透圧でね肉汁が抜けすぎちゃうので、よいしょ、正解かも。あのね、ブリンブリンです、でかいのにうまい。よし、よいしょ、はい、そしたら本日最後のステーキどうぞ。はい、じゃあ一旦ステーキはこっちに移しつつ、僕もこのご飯をお供にステーキいただきますよ。うん、食えるかも。高いステーキ食べると美味しいな、最高だなって思うんですけど、家で食べるステーキはね、もうこれぐらい噛み切れない筋があってもいいの。それこそ家ステーキ。まあ、最近な、全然キャンプとかも行けてないからな、こういうバーベキューなんかすんのいつぶりだろうな。昔この YouTube やり始めの頃、不動産屋でまだ勤めてる時期、
僕もねしっかりと営業もやってたんですけれども、外回りの営業中にさ、お昼ご飯食べることがあるんですよ。でそういう時って別に自分の車の中で食べてももちろん良かったんだけれども、なんかねこの外で食べるっていうのが割と昔から好きで、わざわざねこの弁当とかを買って公園で食べたりとかしてたんだけど、やっぱりこの YouTube のみになってからはこう外でねご飯食べるっていう機会なんかほぼないじゃないですか。まあそういったこともあって僕一時期ねキャンプとかにハマったんだけど、最近はちょっとありがたいことにですね、仕事も忙しくさせてもらってるので、なかなかこう泊まりがけでキャンプに行くっていう余裕がなくてですね、でもやっぱこうやってたまには息抜きしないとダメだな。噛み切れないかも。そしたらもう今日はこの辺りで終了しようかなと思います。はい、そんなにね大食いっていう大食いほど量は多分食べてない、食べ物飲み物合わせても3キロいってないでしょうね。それぐらいではありますけれども、お腹いっぱいにですねしっかりと満足する自宅バーベキューができたかな。改めてねキャンプ行って、まあ、動画とかにねしたいなとは思ってるんですけど、やっぱキャンプ行ってねカメラを準備して撮影をするってなるとゆっくりできなくてねだから今日はですねこういった自宅で、自分がキャンプをしたいなとバーベキューがしたいなという欲をね、このベランダで一人で、解消することができました家動画撮影するときはたまにはねこんな企画もちょこちょことやっていきたいと思います。そんな感じで本日はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。